ニュースからバラエティまで幅広い分野で活躍したフジテレビアナウンサーの秋元由里さん。英語やロシア語にも精通した才色兼備な人物としても知られています。今回は秋元由里さんの現在の仕事や再婚や退社の噂についてお伝えします。第1章、秋元由里は現在番組プロデューサーとして活躍。秋元由里さんは2023年現在番組プロデューサーとして活躍しています。元はアナウンサーとして活動していましたが、2019年にアナウンス室からコンテンツ事業室へ移動。2015年から2016年にかけてスキャンダルが報じられたため、当面番組出演を見送ると発表されていました。アナウンサーとして復帰を期待する声もありましたが、本格的に表舞台から遠ざかることとなります。なお、アナウンス室からコンテンツ事業室へ移動となった理由は報じられていません。アナウンサーは印象が大切な仕事。スキャンダルで印象が悪くなってしまうと視聴者の反感を買ってしまいます。そして、一度ついてしまった悪い印象はなかなか消えません。アナウンサーとして活動するのは難しいと判断したので、自ら移動を希望した可能性があります。または、アナウンサー時代から番組制作の才能の片鱗を見せていて引き抜きにあったのかもしれません。番組プロデューサーとなった秋元由里さんは、フジテレビとドイツのテレビ局が共同出資した連続ドラマ THEWINDOW のプロデューサーに就任。日本側のリーダーとして陣頭指揮を取っているのが秋元由里プロデューサーです。THEWINDOW はサッカービジネスの裏側を書いた人間ドラマ。サッカー界は非常に華やかな世界。世界的サッカー選手となれば地球規模のセレブになれます。しかし、そんな華やかさの裏で様々な人間の策謀が渦巻くのも事実。 THEWINDOW は華やかな舞台の裏で渦巻くドロドロした感情を様子をリアルに表現したドラマとのこと。1話あたり約2億円もの巨額が動いていることも話題になりました。すでにスウェーデンで放送、配信されたとのこと。しかし、日本での配信時期は2023年時点で未定となっています。元アナウンサーという肩書きになりましたが、声の仕事を全くしていないわけではないようです。2022年にはドキュメンタリー番組ザ・ノンフィクションの英語ナレーション版の語りを担当。英語が得意なことで知られる秋元由里さん。ネイティブと見まがうほど見事な語りを聞かせてくれて、アナウンサー時代からのファンを喜ばせてくれました。第2章、秋元由里の再婚と退社の噂なぜ。秋元由里さんは2018年に不倫をスクープされてしまいました。結果、旦那の生田竜聖さんとは離婚しています。独身となった秋元由里さんは再婚したのでしょうか。秋元由里さんの不倫相手は同じフジテレビのプロデューサーとのこと。同じテレビ局内での不倫だったため、そのまま2人が再婚するのではと思った人も多いようです。しかし、お相手のプロデューサーとの再婚はありませんでした。何よりお相手も既婚者とのこと。再婚するには非常にハードルが高かったと考えられます。この不倫騒動以降、いつか再婚するのではと言われていましたが、2023年時点で再婚したという情報はありません。秋元由里さんが再婚しない理由は2つ考えられます。1つは子供がいるので再婚に踏み切れないというもの。再婚するには相手に子供のことを理解してもらわなければなりません。中には自分の子供以外の子を育てるのに抵抗がある人もいます。そして何より子供の環境のことを第一に考えなければなりません。子供のことを考えると今は再婚すべきではないと秋元由里さん自身が決めている可能性もあります。
もう一つの理由は、独身ならではの自由な生活を手放したくないというもの。旦那がいないことで自由に使える時間は大幅に増えます。秋元由里さんは番組プロデューサーとしての仕事で忙しいはず。たとえ良い相手が見つかったとしても、シングルマザーを選ぶ可能性は十分にあるのではないでしょうか。社内に居づらくなったので退社した。2018年にスキャンダルが発覚した際、秋元由里さんは担当番組への出演を見合わせています。この際、もうすでに退社した、またはこのまま退社すると噂されました。2019年には番組プロデューサーに転身したので、結果的に退社はしていません。退社すると噂されたのは、やはりお相手が同じ局の人間だったからでしょう。一般企業でも同じ職場の人と不倫すると居づらくなってしまいます。プライベートな問題なので外野が口出しするのは野暮ですが、それでも気になってしまうのが人の差が。あの人は不倫しているのだと思うと、接し方が変わってしまうこともあるでしょう。秋元由里さんも周りの人も、スキャンダル以降は気まずい雰囲気になったはず。スキャンダルが原因なのかは不明ですが、結果的にアナウンス部からは移動することになりました。退社するほどではないにしろ、社内に居づらかったのは確かでしょう。第3章、秋元由里がアナウンサーに復帰する可能性は低い。秋元由里さんがアナウンサーに復帰する可能性は低いと考えられます。まず、2023年時点で番組プロデューサーとしてすでに大活躍しています。巨額の制作費を投じた THEWINDOW は2022年時点で全10話完成しているとのこと。この作品は今後のドラマ制作にも影響を与える可能性が高い期待作。担当プロデューサーはこの経験を今後様々な場面で求められることになるでしょう。つまり、秋元由里さんは将来フジテレビの番組プロデューサーとしてなくてはならない存在になる可能性が高いのです。アナウンサーの二足のわらじは現実的ではないでしょう。ニュースやバラエティの番組内で秋元由里さんを見たい人にとっては残念かもしれませんが、今後は番組プロデューサーとして活動していくと考えられます。